流れ星は2010年10月18日から12月20日までフジテレビ系で月曜日21時21時54分の月9枠で放送されたテレビドラマ主演は竹内豊。初回は21時22時9分の15分拡大全10回フジテレビが主催している ヤングシナリオ大賞の第21回歌作を受賞したクラゲマリージをもとに企画されたもので同作品の作者であるウスタモトコが脚本を手掛けている月9で新人脚本家の作品が使用されるのは異例のことであるキャッチコピーは偽りの愛から真実の愛へ人生に絶望しながらも様々な困難を乗り越えていく男女の恋愛を描くラブストーリー 新江の島水族館で働く岡田健吾は、ある時、妹、マリアが難病で肝臓の移植を必要としていることを知る。親族かその配偶者でなければ、臓器提供は法によって厳しく規制されているが、親族の中から移植に同意してくれる人はおらず、最後の望みの綱であった婚約者も移植を拒否し、二人は別れてしまう。一方、風俗嬢として働くリサは、 兄、周一の作った借金のために自暴自棄になっていた。偶然出会った健吾とリサは借金の肩代わりと結婚し移植をすることを互いに条件とし契約を結び結婚する。本来出会うはずのない二人であったが互いが背負った境遇が二人を引き寄せていく。スタッフ入院患者第一話第二話第三話 第5話、第7話、第9話最終話。ありがとうございます。